ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、ファイルディステンドというね、ゲームやっていきたいと思います。えー、まあ直訳すると運命のファイルみたいなことなのかなと思いますが、えー、最新作のホラーゲームということで、えー、内容的にはオリバーというね、上に ID が書いてあると思うんだけど、オリバー・ハミルトンというのが主人公ですね。えー、そのオリバーの最後の事件、まあ、引退する時の最後の事件になるのかなと。 えー、まあそういったところで真実を解き明かしていく警察の主人公みたいですね。まあ、早速やっていきましょう。とてもね、えー、クオリティ高そうで面白そうなんですよね。リズっていう人ですね。えー、犯罪現場のエネ,エネルギーシミュレーション。シミュレーション全体を通してあなたを助けますと。 ああ仮想現実ですとにかく怪我がないし間違えても最初からやり直せますよと <laughs> 怪我しないって本当ですかって言ってますね <laughs> あまあ仮想現実で失敗しても大丈夫だよってことをずっと言ってますね まあ、殺人を過度に解決するかとか、いろいろ。まあ、とりあえず仮想現実というところで、いろいろできる。場所。万が一に備えて安全な言葉を決めよう。レディーベア。テディーベア シミュレートをして殺人事件のミステリーを解いてください。チュートリアル。ズーム。なるほどね。いろいろな事件をじゃあ解いていくシステムなのかなキャメットの中にいくつかの証拠があるかもしれない。いろいろ調べるってことね。引き出しにプレゼントも置いといたよと。 えっと、後ろかはい、いろいろだな。薬。テープだね。サングラス。証拠となるものも置いてんのかエビデンス。これはなんだえっ、ー、と、取るに足らないエビデンスバッグ。証拠を適切に保管するために使用されるパッケージ。うーん。 これがエビデンスバックか。で、これもエビデンスバック。エビデンスシール。<laughs> なんか証拠とか、えー、バックとか、うん、とりあえず保管したりする、示したりするっていうことをしていかなきゃいけないのかな。で、ライターオイル。で、これが缶。まあ他にはないね。これは ベースボールバット。病院で発見された病院で発見されたなんて驚く,べき驚くべきアイテム。隠れ家の一つに属していたに違いない。まあ、隠していたっていうことに違いないってことね。ああ、こういうとこね。これライターだ。取ってくださいよって。 あ、なにこれすごい。なんかそのがんば、まあその文字を読んでくれるのか。うーん。えっ、ー、と上部の彫刻はオハイオ州警察のオリバー・ハミルトンのものであると示唆している。なるほど。 これでライターつけるのか L あ,あ暗い場所ですよって言ってね also, again, 何か見逃した場合に備えてもう一度確認することができるインベントリーああライターと なるほどね。ジャーナルもあるね。はいはい。<noise> ああ、なんかいろいろあるな。じゃれ合って。ますね <noise> もう終わりにしましょう。 はい、で、ジャーナル見ると、ケース D とか、書いてあるね、収集場所とか、証拠に対してね。えーと、で、消えたけど、このテープ越しに。まあ、病院なんだろうね。 こっちは Exit。トエビデンスエビデンスバッグ。警察が有用なものを見つけることができなかった証拠バッグ。これはボールペンただのポン、ただのポンだって。<laughs> ただのポンでした。まあ、いろいろ調べてみましょう。 なんか普通の事件なのかな幽霊的なキーが必要だと。ここは包帯。うん。チューとかで使うのかなこれは何か資料ですね。 字が読めませんが大したことないと思う。ここの秘書の誰かのものに違いない。これは注射か。うわ、いっぱいあるなライター。ライターオイル。ハサミ。あ、ライターオイル。 めちゃくちゃゃくライターオイルがあるね。ハサミ包帯、まあいろいろ、ああ、これはドリル。なんかすごい手術だな。やっぱドリルがあるとね。これはメディカル、あれだね。 健康ですかっていうのを見るやつですね。証拠を見つけていく感じなんだ。とりあえず今んとこ何もないが。ロックドゥトイレ。 あーオイルがあれかこれ使っていくのかなうんとああなるほどねこれでオッケー。はいレンチだ薬だ

鍵が見つかってないし何かでこじ開けんのかまあレンチがあれば開けられるような気はせんでもないけど特に何もだな ちょっとじゃあ戻ってみるかあ,あこっちにも部屋がおロック <coughs> 彫刻だね誰のだろう奥があるぞあ鍵だこれもカバンがロック どっかの鍵だなどこだろうここじゃない一番最初の方か赤ちゃんの声だここだなあれ電気がパリンチョ血だらけですねテープこれは 脳みその写真ですねなんか証拠がどこかに銃があるっていうことがわかるのとん銃は事,事件全体を明らかにすることができるジャーナルが変わった 薬とかか。なるほどね。重要な、まあそうだね。銃で撃たれたような血液の跡。テレビベア、ベア注射器と、ハサミ、バットだ。これもおかしいよねっていう話はしてたよね。ただ、鍵が別に特別あるわけじゃ。 んウーマン暗いあ、ね、あ、あ、彼女を見失ったって言ってる。えあ、ー、と、エビデンスではなくて。あ、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  こっちは何もないもんね。鍵を見つけたわけじゃないから。開くんかい。はてなはてなはてな。時計が10時10分。示してて、はてなはてなはてな。ロックピックか。なるほど。 はてなはてなはてなペーパース何のことが書かれているかとかわかんないね何も見るべきものはないとここにはいってるねあれしまったぞ I see you あ、上あ、女性だファ,フ,ァファックファック ロックピックってことは、開けられ、あ、ここは開いてんだ。あ、あそこ閉まったぞ。トイレが閉まった。いや、でも特に変わった様子はない。ってことは、向こう、ここかあ、わかった。あの、カバンだ。 あいける。えー、と、スペース一発でいけちゃうあれいけないあれここだああなるほど点滅したところでやっていくんだここだ ここかここだなるほどねはい開きまして患者はドロニック統合失調症と診断された何だろう検査の結果患者は慢性統合失調症でした 彼の現在の健康状態は満場一致で彼には現実感が欠けていると述べた。なるほど。ファイルを取りましたね。ジャーナルがアップデートされましたと。ガスがない。えー、っと。 このロッカーとか関係ねえんだなあら女性の顔がちょいちょいあるけどこの女性とその統合失調症の男性の関係は何なんだろう光っているいやでも特に何もないですね ここは入ったなあっ車椅子だ何の音だっていなくなったねあはてなはてなはてな真ん中が青なのは何でだあエグジット行けなくなってるねあ向こうのエグジットだ 向こうのエグジットの方うにあ道が変わってるもんなジーザスあれはてなはてなはてな。ん ?are you ready to p l a y もちろんです。あ消えた。白壁。 ここはどこだすごいね。ジャンプスケアしていく感じ。死体があるね。ここは病院かはい。ファーストエイドキット。特に向こう側。 死体も触れないしなあ,あこれかピルとりあえず液体ここ行けるわけじゃないねでもなんか女性の声が聞こえるじゃ聞こえる 暗いな。ライターであくれるわけじゃないねあこれか病院で働く看護師の一人が発狂し多くの赤ちゃんを死に至らしめた。 殺人の後警察は病院を封鎖した警察は病院の捜査を開始した多くの人が、えー、留置されたナースが発狂したんだ開いたね自動ドアシステムあ誰かいるそれがさっきの女性かなもしかしてしまった うわー血だらけ。すごいね。でも赤ちゃんって言ってたよね。閉まっていて。<laughs> これは違うのか。ステーショナリーホルダー。特に。 何か証拠となるようなもの。あ、これ。ああ、番号だ。番号。番号になるようなもの。 なんかハテナハテナハテナってあったけどどっかに数字が書かれているのか紙がどっかにあるのか今までの資料で何かあるのか 二月六二十六日二月二十六日かな二二六 226違う何か知っているあこれなんだ959だちょいちょい降ってやるのやめてほしいな見えない OK あ,あ銃が見つかったあ開いたわ弾ねあ,あなるほどはいはいはい弾が一発なくてそれが同じ弾ってことこれを保管しましょうってことね ああ警察の銃なんだ3 5 7について説明していきましょうと赤あ立ってるいなくなってるちょっとオイルがもうどんどんいなくなってんのかいや座り込んでんのか手形がついた あ、出てったね。いや、めちゃんこいいね女性の顔外に出されましたん ファッキングシミュレーションシミュレーションの中で一体何が起こってるのかここは同じ場所ぐるぐる回っているそうねだけどさ雰囲気が全然違うけどただ何か変わったのかなロックドゥ あ、鍵だ。ディレクターオフィスなるほどなオイルめっちゃ大事だわここ違うここかチェスよかったチェスやられるとかじゃなくて これはブックペンがないね1個紙が1枚破られてんなこれは欠けている部分を見つけて初めて意味をするまあ見つけてくださいよって感じだなクマのやつが 名前 BEG なんかのあれかな b e g a b 2 5 a b c d e f g 7 a b c d e f g a b c d e 2 5 7ベック違う。 ABCDEFG 数字があるのかオイル時計0時20分 020? ブックすごいとこで回ってんだあーなるほどね一ここかここんそれだけ ああなんかキーなんか数字を見つけに行くのかあロックドだベック違うのか257じゃない 何か細かいとこだなぁ多分すごい見にくいああチェス盤だ BEG ねえっ、ー、と372なるほど面白いね372 はい、あーナイフだどっか出ましたねこれもなんか殺人に関わってんのか殺人さんの身元を明らかにする可能性があるので病院の指紋記録を見つける必要がある指紋記録 開いてない鍵としてはここか指紋記録こっちは何もないもんねあオイル お家族の映像すごい薬がいっぱいだね触れない。ああ、これ指紋記録だ。 私はトラビス・フォスターです。彼の指紋はナイフの L と一致しません。一致しないとな <noise> これは誰だ <noise> 内分泌及び 腫瘍内科患者から高度な骨吸収が検出され、別の病院センターで行われた ERCP でクリニック乳頭腫瘍が検出された。乳頭切除結晶の病理結果は大細胞神経内分泌腫瘍であると判断され、遠隔転移スクリーニングのため PTCT を確認した後、化学療法が計画されている。すんげえ難しいこと言ってたな。 何もん hey, hey, 赤くなったぞ。ドアが変わった。なんだなんだあら、ジーザス。あら、これなんだ メディケーション。顔が近い。もうこういう。ところにはないもんね。 彼が人々に与えた実験的な薬の種類さえ知りたくありませんなんかもう吐かせるために薬飲ませてるみたいなことなんとか開くんかいちょっと待ってね暗さがリロードが大変なのよ I see you 扉なくなくったぞこの扉か深く見るとかじゃない座われるとかじゃない薬飲む 特にいないのあら変わったなんだ <the> すごいねこの世界観ドアはなくて上 <laughs> 上っつってた上だけああるわあらドアが向こうにあら スパイダーマンみたいな目線だね。あ、スパイダーマンかなんか吊るされてるおもちゃみたいなね。感じだ。あ、人形テディベア。ってことは帰れるってことか大きなテディベアだ。遠くなってる いや近づいてる綿出まくってますよあ遠くなってんななかなか近づけないんまた向こうテディベアが浮いている。 向こうには何もないもんね。あ、でもこっちも何もないわ。向こうの奥まで行けよってことか。ちょっと行ってみようか。あ、行けたわ。ああ戻ってきたのかな うあら、誰か通りましたね。はい。ということで、もうちょっと長くなりそうなんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。とてもなんか不思議な感じですね。なんかこの、どん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 、ループしつつも、いろんなこう、うん、仮想世界にね、えー、飛んでいけるような、飽きさせない感じが面白いですね、えー。恐怖演出もたくさんあって、とてもいいと思います。はい。続きはまた、次回。 お待ちください。ということで今回この辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。